錦鯉の長谷川雅紀です。はい、占い師の大内です。お願いします。ということでですね、はい、声が裏返し、はい、声変わりした、声変わり、成長期なんだと何歳まで成長するかですね。僕ね、この間その、まあ、仲間というかね、友達と一緒にいた時に、はい、そのふとですよ、はい、もう自然に言った言葉なんですけど、うん、通じなかったことがありまして、うん、そのなんか紙くずゴミを持ってて、うんうん、その友達に、はい、ちょっとこのゴミ投げてって言ったら、はって言われたんですよ。ゴミを投げる、ゴミ投げてって言ったら、だから僕ね、北海道、いや普通投げれたらこうなんですよね、はいはい、だから北海道なんですけど、うん、北海道ではゴミ投げてって言ったら捨ててっていう意味なんですよ。だからそこのゴミ箱にちょっとゴミ投げてって渡すつもりだったのが、え、投げてどういうこと、うん、っていう風になって、ちょっと止まったんです。なるほどなるほどなるほど、うん、投げて確かにあんまり言わないような気がするね。そうですよね、本当に物をこう放り投げる、投げる専門だよね。僕ね、その北海道で30年育ってたんか生きてきてこっちに出てきましたから、インドネシアだな北海道です、北海道なんですよ。北海道っていう地域がインドネシアにあるいやいや、ないですよ、はい、北海道ね、はい、日本の北海道だから、やっぱりこのこっち来たばっかりの時に、そのまあ多分出てたと思うんですけど、徐々に、うん、やっぱりその言わなくなってきたと思うんですよ、北海道弁を、うんうんうん、今だってまあ話す仕事でもあるしね。まあそれもありますし、うん、その何ですかね、そのやっぱり意識してるっていうのもあるし、そうなんですよ。格好つけてんだ。つけてるわけじゃないです。数字ないからね。はいはい、だけどふとこうなんですかね、うんうん、その忘れた頃にふと出ちゃうことがあると思うんですよ。はいはいはい。だからその超すごいだとか超かっこいいとかって言うじゃないですか。はい。超なんとか。それはでも方言じゃないよね。ああ、まあまあ方言じゃないですけど、こっちの若い人というか今普通に言ってる言葉も、今超って言ってるやついるか。いや、いますよ。それも超っていう意味が北海道ではなまらっていう意味なんで、なまらかっこいいとか、なまら疲れたとかっていうのをやっぱりなんか言わないようにしてるんだけど、まあちょっと気を抜いた時にやっぱ出ちゃうんですよね。うん、北海道の人なまらっていうの聞きますよね。うん、で、あんまり確かにリアルタイムで聞く機会は東京にいるとないよね。そうですよね。ないよね、なまらって、うん、可愛い女の子がなまらとか言うと、はい、可愛いよね。なんかその方言ってなんかその女の子だったら可愛いですよね。はい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 。なんかわかりますよ。福岡の言葉だとか、うん、大阪弁にしてもなんかその、まあ、方言女子とか流行ってるもんね。ああ、うん、なんかちょっとやっぱちょっとねいいなって思いますもんね、自然の感じで。長谷川さんがなまらとか言うとさ、うん、本当に許せんよね。なんで許せないっていう感情おかしいでしょ先生の。いや本当だからね、そのなんか方言ってそのやっぱりその忘れた時にちょっと出ちゃうんですよね、うんうん、あと地元の友達と喋ったりするといきなりバッと戻るでしょ。ああそう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 、ありますあります、ね、それはそうですね。やっぱなんかもう無意識なんですけどね、こういうふうに普通東京の方だとか話してる時って、うん、無理して出さないようにしようとしてるわけじゃないけど、もう体が慣れてきてるというか。そう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 。で方言の逆は何ていうか知ってる？逆？標準語ってみんな言うんだよね、うん、あれね、共通語って言うんですよ。聞いたことある。あのね、標準っていうのはそれがスタンダードであるっていう意味を持ってしまって、うん、方言は正しくないみたいなニュアンスになるから、うん、正式には標準語ではなくてみんなが共通の言葉として使ってるから共通語っていう方が正しい。なるほどね、標準語の逆じゃ、だからちょっとおかしな、標準じゃないってことになっちゃうわけだから、うん、そうだから普通方言標準語って言われるけど本当は共通語対方言なんですよ。東京って共通語？ね、共通語のベースは江戸弁がベースなんですよ。江戸の、要するに江戸の、あの言葉が。でもイコールじゃないの、やっぱり江戸には江戸の訛りってあるんですよ。へえ。よく言われるのはほら、江戸っ子って火と死が逆になるって言うでしょ。本当だ。本当だってな。いやいや、そうですね、言われてみたら。いやいや、あれは江戸弁ってよく言われるわけだし、あと茨城もでもその同じ日としの取り違いがあったりとか、あと東京なのに、うん、いやいや、だからそれが一応原型ではあるけれどもぴったりじゃないんで、江戸なまりって確かにあるはずですよ。そっか、うん、先生どこでしたっけ出身？俺ね、生まれは一応東京なんだけれども、うん、埼玉育ちなんで、多分子供の頃埼玉なまりが身についてるんではないかなと思う。埼玉弁みたいな、なまり、なまりはあるみたいな。ね、特に
に感じなかったんだけど、あの子供の頃の、ね、担任の先生が、うん、埼玉もかなり田舎の方のね、はい、あの西の方の人で、うん、語尾にね必ずだでってのがつくの。なんとかですじゃなくてなんとかだでってよく言われて、うん、子供心に、うん、なんだろうって思ってたのずっとね。なんとかだで。学校の先生がそういうふうに言うんですもんね。そうですとかますじゃなくて、うん、まあだからそういうのも確かにあるよ。そうだ、あんまりでも意識してないね。あのほら自分じゃ分かんないじゃない。そうなんですよ。地元というかね、自分だ。そう、なまってんだかなまってないのか、方言なのかそうじゃないのか分かんないんだよ。でも考えてみたら、学校の先生も例えば大阪だとか福岡とかってその言葉でその生徒とかにも接してるってことだよね。うん、考えてみたらね、僕北海道で学校の先生がその友達がふざけて窓から飛び降りる真似をしてたんですよ。ふざけてですよ、うん、それをさまたま先生見つかって、先生が悲しむの誰よみたいな、そのなんとか食べやみたいな、やっぱりその北海道弁使ってますもんね。そりゃそうだな。まあそうだ、みんなバイリンガルだからさ。まだ共通語はまさしくその共通のベースで使う言葉で、あとやっぱこうフランクに行こうよっていうところでは、やっぱ方言で喋った方が絶対盛り上がるよね。なんかね、面白方言とかあったらちょっと送ってほしいですね。あ、そうね、あのこんなのありますって、そう教えていただきたいと思います。で、北海道で言えばその鍵を狩ることをジョッピン狩るっていうね、もう何を言ってるか分からない。今ね、すでに鍵を狩るって言っちゃってるんで。なんだ狩るって。鍵をかけることをジョッピン狩るっていう。へみたいな。すでに原型届かないやつ。いきなりね、あのだ、そういうのが面白い。あの、ね、ぜひぜひあの募集しますので、紹介したら面白い、教えてください。はい、お願いします。はい、明日も見てください。